はい、皆さんこんにちは、MWebCOM1 です。この動画はですね、まとめて撮っているため、挨拶ずれという発生する場合がございますが、ご了承ください。はい、今日はですね、ルーターについてちょっとご紹介したいものがありますというか、今僕これね、ATERM WR6670S というね、カード付きのやつがあるんですけども、これもうね、もうそろそろ今年か来年かわかんないんですけども、もうそろそろ買い替えようかなと思ってるんですよ。それをなんでかと言いますとですね、ちょっと電波弱いですよこれね。なのでね、もし買うんだったら ATERM のやつね、まあ、さっきも言ったんですけど、間違えて消しちゃったので、ATERM WR8370N という機種なんですけども、今ここにはないんですけども、映像っていうか、ちょっと撮ります。はい、ちょっとね、いろいろちょっと貼ってあって申し訳ないですね。この機種になります。この機種。今 NEC の公式ホームページを今見てるんですけども、この機種ね、この機種、これ結構ね、スリムでいいですよね。でもね、これと比べてね、前にね、パワーとかそういうのはないですよね。横にしちゃうと分かんないんですよ。でもね、これいいかなと思ってるんですよ。で、なんでね、ルーター買い替えるかと言いますと、もうね、電波弱いし、まあ、節電のこともちょっと考えたいなと思って、もし家のルーターとか無線機買うんだったら、NEC ですね、僕は。なので、ちょっとね、迷ってるところなんですよ。なのでね、まあ、皆さんがね、今使ってる、おすすめの、とかあればね、できれば NEC の ATERM ってやつにちょっと近いね、申し訳ないです。ということでね、今これを使っていて、もうちょっと、もうそろそろ切り替え、まあ、買い替えようかなっていうふうに思っていますということです。でね、まあ僕とすればですね、まあもうそろ切り替えたいなーっていう気持ちはね、結構あるんですよね。なので、そういうこともあって、僕はいろいろ悩まなきゃいけないところなんですけども、まあこういうのも、ね、物足りてんですよ別にね。別に今すぐ買い替えなきゃいけないっていうわけじゃないんですけどもね、ちょっとね、飲みます。今すぐ別に買い替えなきゃいけないっていうわけじゃないんですけども、もうそろそろに買い替えたいんですよ。まあ理由とすれば、もう何回も言っちゃうかもしれないですけど、電波弱い、あと電気代が一番気になる。もうね、もう 4,5 年前にも買ったやつなんで、電気代結構違うと思うんですよ。なので、僕はもうね、これまだこれしか買ったことなくて、他のは分かりません。はい、ね、ずっと ATERM なんで、メーカー変わるとね、設定の方法とか全然違ってくると思うんですよ。はい、なので、そういうこともあって、僕は ATERM のやつがいいかな。まあ、皆さんに ATERM とか使ってる方、ほんとね、情報ください。これがいいよとか、これは良くないよとか、Amazon でね、見てもね、この今言った機種にあんまりね、載ってないんですよ。載ってないとか、ね。なので、ね、まあ、今年か来年ぐらいに買おうかなと思ってるんですよ。まあ、わかんないですけど、今はね、ちょっと電波弱いんで、モバイルルーターを家の回線電波を使ってつなげてるっていうことなんですけども、基本僕、スマホに関しては本当ね、全部
Wi-Fi でしかしておりません。ね、こういう iPhone とかね、これもモバイルルーターとかで、している状態です。はい、なのでね、なんかあれば、なんかあればっていうかね、僕本当このルーターから他のATAM WR8370N とかね、他の機種でもいいんですけども、そういう機種に買い替えようかなと思っているんで、ご意見コメント待っております。まあね、暇がある方、コメントください。ではね、最後まで、見ていただいてありがとうございました。これは言っとくんですけども、2、3本アップしますぐらいしますよっていうふうに、言ったんですけども、ちょっとね、あんまりアップしてもね、再生っていうか1本ぐらいでいいかなと思ってる、1本か2本ね、そこのところ、ご了承ください。ちょっとね、映像というか暗いと思うんですけども、カメラがねそんなにいいやつではないので、そこはねご理解ください。ではね、最後まで見ていただいてありがとうございました。ではね、またアップしたいと思いますので、よろしくお願いします。ではね、失礼します。